それではここでメンバーからお知らせがあります。根岸真由美から発表です。はい、私根岸真由美はカバーガールズを卒業します。急に驚かせてしまって本当にすみません。私はカバーガールズの3期生として加入して4年間本当にいろいろありました。今年に入って私のお父さんの体調が悪くなってしまって看病することが増えて自分の将来についてとてもいろいろ考えました。で、今年の2月にお休みをいただいたのもそのことが原因です。私のお父さんは私が生まれる前から脳の手術で足を悪くしてしまって最近になって体調も崩してしまって最近手術もしました。私もアイドルを続けながらお父さんの看病をしていこうと頑張ったんですけど、家族の長女でもあってやっぱり家族を大事に考えたいなと思い卒業を決意しました。私が休んでいた2月の間にツイッターとか本当に心配してくれたり待っててくれたり本当に嬉しかったです。また皆さんの前にちゃんと立ちたいなと思って3月に戻ってきました。でも父さんのことや自分の将来のことについてきちんと向き合った結果の卒業です。本当に私が活動してきた4年間は本当に一日一日が大切な宝物です。私が卒業するまでの間で今まで通りに笑顔で接してくれたら嬉しいなって思います。
業まで、これからもよろしくお願いします。木村ゆか、はい、私はカバーガールズを卒業することに決めました。突然の発表で驚かせてしまって本当にごめんなさい。私は小さい頃からアイドルという夢を追いかけて、それがまあ一つの夢でもあって、でカバーガールズのオーディションを受けて、初めてファンの方にサプライズでお祝いしてもらった生誕祭、ファンの皆さんと一緒に頑張ったファーストワンマン、セカンドワンマン、本当に幸せな思い出は山ほどあります。でもその分辛いことも苦しいこともたくさんありました。そこで支えてくださったファンの皆さんの存在は本当に大きな存在でした。飛行機雲のリリースの時、一期の3人がセンターに選ばれて、ああ1人だけ入れなかったってちょっと悔しく思ったんですけど、そんな時にファンの方から、ユーチンのことちゃんと見てるよという言葉をかけてもらって、その言葉に本当に支えられたし、ああファンの方がいてくださるから踏ん張ろうって思えたこともたくさんありました。実は私は生まれてすぐに病気になって手術をしたことがあります。それはもう完治はしているんですけど、激しい運動とかをすると時々痛むことがあって、まあ、体調を見ながらこれから先様子を見つつ活動するっていうことも考えたんですけど、改めて自分の人生についてちゃんと考えてみたときに、昔からアイドルともう一つ保育士という夢がありました。それも心のどこかの片隅にずっとあった夢で、この活動をしつつその夢を勉強するために学校に行くという選択もあったんですけど、でも私は器用な方ではないので、まあ、中途半端になることが一番嫌なので、それにこのメジャーファーストシングルリリースという大事な時期にこの発表をしていいのかどうか正直本当に悩みました。メンバーもファンの皆さんのこともカバーガのことも本当に大好きだから、
本当にギリギリまですっごい悩んだんですけど、昔小さい時からずっと甘えてた私はそろそろ大きな一歩を踏み出さなきゃいけないんじゃないかなと思ったので、この選択を選びました。あと 2,3 週間後にメジャーファーストシングルリリースされますが、こうやってリリースの前に卒業を発表するっていうのはスタッフさんとも何度も相談を重ねて、でもやっぱりファンの皆さんと少しでも長く一緒に楽しい時間をね過ごしていきたいし、噛み締めていきたいと思ってリリース前に発表させていただきました。予定としては7月頃を予定しています。私はカバーガールズを卒業したらもう芸能活動はすることは今のところありません。なのでそれまでの一日一日、一回一回のライブを皆さんと一緒に楽しく噛み締めつつ過ごしていけたらいいなと思っています。残り少ないと思わずに、まだあと2ヶ月あると思って一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。これからも引き続き精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。メンバーの2人からお知らせが、発表がありました。2人とも多分たくさん悩んでたくさん考えて、今日発表するということを決断して、今たくさん悩んだ言葉を皆さんに伝えたと思います。私たちもこの二人と過ごす残りの時間、一回一回を大事にしっかりと胸に刻んで、リリースも、そしてリリースが終わってから卒業の日まで過ごしていきたいなと思っているので、ファンの皆さんも一緒に二人を送り出す日までついてきてくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。